はい、こんにちは、おやじです。今日のお昼ご飯はね、こちら島田屋さんのね、流水麺国産とろろ仕様のとろろそぼを食べたいと思います。あとはね、国産きゅうり仕様のきゅうりキムチ、これ結構美味しいんでね、買ってきました。それではね、いただきたいと思います。お腹が減った。いいね、わさびも入って。まずはね、とろろ。こんなんじゃ出ないな。ちょっと待ちよ。はい、オッケー。いや、お腹すきましたね。まあ、バランスとかは置いといて、個人的にはもうちょっとね、とろろ入ってると嬉しいです。で、ここにちょっと青のりを、青のりじゃないわ、わさびを入れて、で、めんつゆをぶっかけます。わさびを溶かすような感じかな。そして青のりをね、かけましょうね。青のり、で、いつもならこれでいただくとこなんですけど、今日はね、ちょっと納豆も入れて、ネバネバとろろそば。これどうなのかな、とろろそばにはわさびが入って、納豆はからし入れない方がいいのかな。少しね、だしは少なめに入れてます。で、これをこんな感じでね、とろろ納豆そばでいただきたいと思います。こういう感じですね。これをちょっと混ぜるか。これも絶対美味しいね。ボリューム感も出るしね、納豆入れて。こんな感じかな。ちょっとキムチも用意しながら、まあ、たまに出たことあるんですけど、こんな感じですね。キムチにきゅうりにキムチのが乗ってる感じです。それではいただきます。うん、おいしい。やっぱり納豆も合うわ。タレもそんな濃くない。
美味しい。でもきゅうりにねキムチをちょっと乗っけて、大根の、うん、美味しい。うん、美味しい。特にとろろのわさびと納豆のからしが喧嘩することもないな。結構納豆が残るからご飯があってもいいな。うん。はい、ってことで今日はね島田屋さんの流水麺、納豆とろろとろろ納豆そばにしていただきました。あとはパリパリきゅうりキムチ、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。親父の食卓へ足を運んでいただいてありがとうございました。それではまた、ごきげんよう。